おかしい。この事件は何かがおかしい。どうしました?あなたは確か警察の捜査に協力していることでも有名な女子高生探偵のアキナさんですよね。殺人事件が発生したって聞いて慌てて飛んできたけど、ここは公園じゃないか。そうですけど、それが何か?屋外、つまり密室じゃない。そんな事件あるわけない。だってこの世界の殺人事件は全て密室殺人のはずなのに。そんなわけないでしょ。いや確かに探偵が出てくる事件って犯行現場が密室なこと多いですけど、普通は密室じゃない事件の方が多いと思いますよ。ありえない。犯人が密室トリックを使うのを我慢できるはずないのに。なんで犯人がみんな密室トリックを使いたがってる前提なんですか。しかも警察が犯人を捕まえた。そんなの人類史上初なんじゃないか。いや警察が犯人を捕まえるなんて普通のことでしょう。確かに探偵絡みの事件だとなぜか警察はみんな無能になりますけど。だって警察って探偵を引き立てるために、真犯人を作るために、わざと一回全然関係ない人を第一容疑者にするためだけの組織なのに。違いますよ。もしそうだとしたら一体何のためにそんな無駄な組織に税金をたくさんかけてるって言うんですか。いや確かに、一体何のためにそんな無駄な組織に税金をたくさんかけてるって言うんですかっていう組織は多いか。まさか都市伝説だと思ってた伝説の組織、鑑識を使ったのか。確かになぜか探偵が絡む事件は鑑識が存在しないくらい科学捜査が役に立たなくなりますけど、対象レベルの捜査力に落ちますけど、鑑識は実在するでしょう。確かに実物は見たことないけど。でもじゃあ事件発生時に現場にいた探偵は何をしてたんだ。事件発生時に探偵なんていませんでしたよ。探偵がいなかったわけない。探偵がいない場所では絶対殺人は発生しないんだから。本来いない方が普通なんですって。あなたたち探偵が偶然殺人事件に遭遇しすぎなんですって。だから私はペンションも豪華客船も出禁にされてるわけだし。確かにどっちもたまたま居合わせた探偵が密室殺人に遭遇しがちですけど、それは出禁にした側がバカでしょう。探偵が事件を呼び寄せてるみたいな言い方やめた方がいいですよ。おかしい。この事件現場おかしすぎる。公園という絶対に密室トリックが使えない場所だし、この辺は都会だからこの土地に古くから伝わる手まり唄とかもなさそうだし、駅から遠いから時刻表トリックも使えない西村京太郎殺し公園だし、トリックに使われた回数のギネス記録を持ってる巨大鏡の隠し場所もないし、殺人事件で必ず使われることでおなじみフィボナッチ数列が使われた痕跡もないし。おなじみどころか初めて聞きましたよ、そのフィボなんとかってやつ。こんなトリックを使いづらい場所を犯行現場に選ぶのはおかしすぎる。ありえない。まさかこの事件何のトリックもない。そうですよ、トリックなんて何も使われてませんよ。だって公園で酔っ払い同士肩がぶつかって喧嘩になって殴り倒されたら当たりどころが悪くて死んじゃっただけの事件なんですから。え、トリックがない。え、いや、トリ、え、だって、え、トリックが、え、な、トリ、え、いや、トリ、え、トリックが使われてないだけでそんな動揺しますか。本来トリックが使われてない事件の方が普通なんですよ。なぜか探偵が絡む事件は一般人でさえ異常に回りくどいトリックを使いたがりますけど、なんすか氷で巨大な車輪を作って死体を転がして運ぶって、みんな氷使いすぎ。そんな、だって殺人事件って自分の考えた面白トリックを発表するためにあるのに。目的と手段が逆転してる。サイコパスすぎ。密室じゃない、トリックもない、警察も優秀。この事件なんか変。知り合いの栗原さんに連絡しないと。変な家みたいに言ってますけど、変な事件じゃないですから。普通の事件ですから。探偵の普通が普通じゃないだけなんですよ。大体動機はなんだ。いやさっき酔っ払い同士の喧嘩だって言いましたよね。聞いてます僕の話。あいにくここには私以外誰もいない。まずは目撃者に話を聞きに行こう。え、誰もいない。あ、そっか、思い出した、俺殺された被害者だった。死んで幽霊になったんだった。死んだばかりだから混乱してて死んだ実感なかった。そっか、この人俺のこと見えてなかったのか。独り言言ってただけか。偶然会話っぽくなってたけど、よくよく思い返したら確かに俺の言ってることに何も返事してなかったな、この人。いやー、そっか。でも俺の声は聞こえてないみたいだけど。よかったですね探偵さん、この事件
何のトリックもないつまらない普通の事件でしたけど、叙述トリックだけはありましたね。探偵物の警察は無能すぎ、刑事物の警察は有能すぎ。日本って警察が2種類あるのかな。